国分寺古墳は、鳥取県倉吉市国府にある古墳。形状は、前方後方墳、または前方後円墳。倉吉市指定史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財に指定されている。五国山国分寺国分寺境内の円形中央に、本堂、その右に、国分寺古墳の墳球山存部。鳥取県中部。 国府川砂岩の中石地美高地に築造された古墳で、周囲に古墳群を形成しない単独墳である。五国山国分寺境内の本堂裏手に位置し、江戸時代の本堂建立の際に、墳球の一部が破壊されているほか、1922年に主体部が発見、発掘され、その後の死死編纂に際しては測量調査が実施されている。墳形は破壊のためつまびらかでなく、 古くは前方五円形とされたが、四死の調査以降は前方五方形の可能性も指摘される。墳球長は推定で50メートル程度。墳球表面で吹き維埴輪は検出されていない。主体部の埋葬施設は、後方部中央部における粘土角で主軸を東西方向とし、長さ7.2メートル、幅1.8メートル、深さ0.45メートルを測り、内部には、 木管残血と見られる木質が認められている。出土品としては、大正期の発掘の際の同鏡を3面、撤去多数がある。築造時期は、古墳時代前期の4世紀初頭頃と推定され、東放棄地方では、最古級の古墳に位置づけられる。古墳域は1978年に、倉吉市指定史跡に指定され、出土品は1959年に、 国の重要文化財に指定されている。なお、付近では、箱型石棺棒が発見されたというが、つまびらかでない。主体部の粘土核からの出土品は次の通り。その他に種が相当量検出されているが、一方で玉類などの送信具を伴わず、付近し、埴輪も検出されないという特徴を示す。現在では出土品は、国の重要文化財に指定されている。 ありがとうございます。